ねえねえ、うん、暇だから花々ラジオやろう今から。いいよ、花々ラジオのコーナーイエーイということで、今回は、みんなのお悩み相談をやっていこうと思います。お悩みがある人はコメントに書いてください。いや、どれにする？お悩み相談。なんか思ったよりみんなお悩み持ってるみたいで。じゃあガチで深刻そうなやつにしよう。ガチで深刻そうなやつね。配信者がお悩みを拾ってくれません、どうしたらいいですか。これ結構深刻そうじゃない？クソしょうもねえ。世界で一番しょうもないで。拾われたらラッキーくらいに思っててください。うわ、みんな意外と悩んでんだ。まあ、でもここじゃ結構ガチの悩みはちょっと言えない、まあ、言いづらいかもね。女友達と仲良くなりすぎて女子友達みたいになってしまい、いつもいい人止まりです。どうすれば身長152センチというアドバンテージを生かせた恋愛ができますか。ちなみに社会人18歳以上です。さん、なんてなんて、もう一回言って。ちょっと一回で聞き取ってよ。いや無理。でもそれってなんで男の子扱いしてくれないかって、うん、じゃあ多分身長がとか多分そういうの関係なくて、うんうん、あ、シンプルにその子に特別感を出してあげてないからなんじゃないのかな。あ、やっぱ匂わせるって大事ってこと。匂わせるって言い方なんか悪いな。まあでも意識してもらうっての結構大事だよね普通に。そう、なんか、うん、友達、なんか友達止まりみたいな、うん、よくあるよね普通に。自分でだって分かってるってことはさ、うん、でもそれって友達止まりでいつも終わってしまいまして、それ全員の全ての女性にってことじゃない？ニュアンス的に。誰でもいいってこと？違う違う違う、そういうことじゃない。そういうことじゃない、そういうことじゃない。この人ちょっといいかなって、いつもいいなって思ってる人が大体自分のことを友達としか見てくれないってことじゃない？だからやっぱちょけすぎなんじゃない？ね、なんかもうちょっとなんか男らしさとかを相手を意識させる、タンクトップで会ってみるとか。多分露出度の高い服でいけば、え、やだってなるからいけるんじゃないかな。パワーやーパワーってことやね。嫌すぎる普通に。全然嫌だけど。鵜呑みにしたらどうするんだって。それで鵜呑みにしたらもうセンスないから。いや、もうやめた方がいい普通に。マジクソ。鵜呑みにするやつないだろ。鵜呑みにしたらもう恋愛するのやめた方がいいぞ。まあでも実際なんか一緒に話してる時とかになんか好きな男の人のタイプとか聞いたりして、もしかしてこの人私に気があるのかなぐらいのジョブを、そうジョブをかけるね。そう思わせるのは大事だよ。そうえ、なんかこの人もしかして私に気がある、え、そう一緒に恋愛映画見たりとか、なんか恋愛の話とかするのいいんじゃないか、意識させるなら。だね、そんな意識させることが大事よな。うん、私も今聞き流してたけど。私もなんか自分で言いながらおかしいなって思ってたけど、ジャムや、FF やりすぎて、ジャム。普通に喋ってたけど。次のジョブ何やる？次のジョブ私今ねタンクやってるよ。ね。逆にさ、これやられるとなんか冷めるみたいなのある？私はね、店員さんとかに偉そうな態度取ってる人いると、あ、それマジでわかる、スンってなる急に。わかるね、マジでわかる。それ結構しんどいかも、それ目の前でやられたら。わかるわ、うん、店員に対して意味わからん態度取ろうとかマジで無理だわ。ちょっとしんどいわ普通に。普通にその場で帰ります。うん、帰ります。ありがとうございました。マジいるんだよな普通に。いるよね、ほんまにしんどい。女友達とも無理やわ。あー、もう分かる、無理だわ。あってなる。なんか私の心が狭いだけなんか分からんけどさ、なんか別に態度おかしくなくても、なんかタメ口とか使ってる人もちょっとんってなっちゃう。店員さんに。あ、いや分かるよね。あるよね、店員でタメ口使ってるやつもはってなるけどね普通に。
でもマジでな、いるからな、なんか、うんね、だから逆にさ、店員さんとかにめっちゃ愛想いい人とか見ると、あ、いい人なんだなってなるわ、ちょろいから、ね、うん、なるね。ポケットに小銭入れる人別に良くない？それは別にいいだろ、いいだろ、それはいいだろ別に。友達にそれやられたから切れて店で殴り合いしたリスナーいるらしい。えぐいって、それもえぐいって、やりすぎやりすぎ殴り合いはやりすぎです。財布がバリバリ言う人別にいいんじゃないでしょうか。うーんちょっと危ない、財布バリバリ。最近でもあんまいなくない、財布バリバリの人。そうね、財布バリバリの人逆に私一回も見たことないわ。支払いは任せろバリバリ、いいと思うけどな、バリバリ。これ屋根どうしよう、マジで。まあもしバリバリしてたら新しいお財布買ってあげるかな。おお傷つけないようにプレゼントするわ。あーいいなそれ。屋根どうしよう、その財布長く使ってそうですしってお前いい女すぎるって。いやでもそれはうん、やっぱり隣でバリバリしてほしくないがゆえのプレゼントだから、うん、あ別にいいか悪いかって言ったら別に良くはないだろう。あいやでもその相手を傷つけまいとするお前のその優しさはすごいと思う。でもバリバリにもなんか種類というか、うん、なんだろうな、ちゃんとおしゃれ目的で、うん、そういうデザインの、うん、やつを使ってるならまだまあいいけど、あでも年相であればいいんじゃない別に。あまあそれはそうやな。中学生とかで別にバリバリ財布使ってても別にそれはいいと思うし、だってそれは年相なわけじゃん、うん、20後半とかさ、うん、20代でバリバリ財布使ってたらちょっと心配しちゃうかもしれない。あ、まあ、それ僕も一個連れてる、まあ、バレないかなってあ私うん、クチャラは多分マジで無理。どんなにかっこよくても無理。どんなにかっこよくても無理。わかるな。どんなにかっこよくても無理やな。あ、わかるかもそれ。私結構なんかさ、うん、なんだろう、そういうちょっとしたことがちゃんとできない人無理かも。あいただきますとかごちそうさまを言えない人とか。ひなの多分あれだよね、多分お箸の持ち方とかも厳しいだべよね。無理無理、私お箸の持ち方汚い人ガチで付き合えない申し訳ないけど無理やな。にちゃらはにちゃらにちゃらってこと。そう、にちゃらって笑う。いい、私にちゃらって笑うけどどう、私そうなんだよな、箸の持ち方はな本当にどうしても気になっちゃうな。箸ね、なんか別にいいんだけど、私が結構厳しく言われて育ってきたからなんかちょっと、あーなんか確かに幼い頃からのそういうあれってあれだよね、うん、なんかそういう自分もそういう目で見ちゃうなるよね。それが普通な環境で育ってきた人もいるだろうから、別に否定はしないけど、別に否定はしないけど、うん、合わないのかなってなっちゃう。無理かもってなっちゃう。それからちょっと直してみようかなとか、直してみるみたいな、うん、そういう改善しようとしてくれるのがあればまあいいかな、うん、家とかで歩くとき無駄にドスドスうるさい人はどう思いますか？静かにしない。それ好き。静かにせい、それは。いいわいいわ、その人ドスドスしてほしいわ普通に。いや下の人に迷惑だろ。静かにせえ。でも私もたまにドスドス歩いちゃうな普通に。あのウーバーイーツ取りに行くときめっちゃドスドスしちゃう。あーわ、お前ドラえもんみたいな歩き方しちゃうもん普通に。薄くなかったらいいと思うよ、その壁とか。ああね、下でね、騒音がなかったらいいと思う。実家とかなるけど、クソ薄いマンションでドンドンドンね、それはちょっとね、よくないね、マナー的にね。ああ、車のドアバンって閉める人、ああ、もう嫌かも。そんな強くせんでも閉まるけどって思う。なんか別にその人にさ、なんか悪意とかがなかったとしても、ちょっとビクってなっちゃうわ。そうってなるよね、うん、元彼が様式で立ってしてて喧嘩してうわーそれ嫌だー、めっちゃ嫌だそれ。人んちはちょっと座ってほしいかもな。ねえ、まあ、実家とか
あらまあ、うん、わかるけど、うん、座らんか。マジで嫌だそれ。嫌すぎる。まあでも男の人的に立ってやる方が楽なんかもしれんけど、でもそれも多分あれだよな、うん、なんかそう立ち座っておしっこしなさいよって言われてきたら多分座ってしてる人もいるだろうし、うん、それが自然に大きくなってなんかちょっと嫌かもみたいな思って座り出す人もいるだろうし、うん、多分一人暮らしし始めたら座るようになりそうだよね。掃除めんどくさいよ。あ、私自分で掃除するようになったら多分、うん、あ、座った方が楽なんだ。あ、へえ、そうなんだ。あ、そうなんだ。なんかごめんね、生々しいこと聞いちゃったね。ごめんね、なんかごめんね、一応私 VTuber なんだけどごめんね。おい、ちょっとエイムとか言うなってよ。やめろって。うざいってマジで。ちょ、話題かよ、話題かよ、やめよっか。この話やめよ。この話やめよ。もう。ね、さっき車の免許ない人はみたいな。あ、車運転できない人はみたいなあったけど。え、運転してほしいの？変なのは。いや、私は自分で運転したい。あ、じゃあ いらないね。なんか運転でちゃんとできる、うん、私と同じぐらいちゃんと運転ができるならいい、運転してほしいけど。あ、なるほどね。なんかそう、ペーパーなのに運転するってなったら、いや私がする。あ、確かに自分がやった方が早いもんな、それだと。そう、あの怖いねん。やっぱ下手な人の運転って。まあ車はね、マジで命関わってくるから。うん、怖いんよな。軽自動車別にどうでもいいわ、車の車種。確かに車の車種はどうでもいい、うん、別に高級車乗ってようが軽だろうが別にそれはいい、うん、軽の方が小回り利くし楽だし、何でもいいな車は。私さ、あの実家がさ、めっちゃ田舎だったからさ、移動全部車だったんだけど、うん、その時は免許欲しいなって思ったし、なんか結婚してくれる人がいるなら免許取ってる人がいいなと思ったけど、うん、なんかこっち都内引っ越してきてからさ、なんか車ってガチいらないなと思った。まあ都内とか都会に住んでるならいらないかもしれないけど、ね、そうなんだよな。でも私将来都会に住みたいわけじゃないから。まあ別にそういう願望別にないよな。都会にずっと住みたい人なら免許なくてもいいと思う。うん、でも私は都会に住みたいわけじゃないから免許持ってる人がいいなと思うな。あ、一応運転できる人がいいなと思うな。一応か。じゃあちょっと免許取ってくるね、明日から。お前取れんのかな免許。取れんのかな。私も実際ね、あの夢でね、何回か運転したことあるの、車を無免許で、うん、夢でね、うん、夢であるんだけど、あ、運転本当かな。夢でだけ運転したことあるけど、めっちゃうまい。本当かな、うん、まあでも車の免許でも取れないやつはいないと思ってる、正直。あ、そうなの。うん、そんなに難しい運転を日常的にできるかどうかはさておき、うん、筆記テスト落ちるやつは多分生きるのに向いてないね。あー、そうなんや。うん、シンプルに交通法とかの話だから。あ、そうなんだ。じゃあもうお勉強なんだ、うん、普通に。そう、勉強っていうか、でも生きていたらね、多分大体わかることだから。あ、そうなんだ。どうしよう、うちそれ落ちたら普通に。え、もうね、人間じゃないってこと？生活危険かも。わ、なんか落ちそう普通に。まあ、でも意地悪な問題は確かにあるな。あ、あるんだ、引っ掛け。うん、そう、引っ掛け問題もある。やめろ、おせさん。え、そうだった。え、でもうるはさんは合格したけど、うん、あれなんでしょ、免許センターに行くのがだるくてやめたんじゃなかったっけ。あ、じゃあその試験の段階で落ちたわけではない。え、あれ違ったっけ。2回行って落ちてる。やめよっか、この話。この話やめよっか。やめよっか。え、でもなんか本面を受けに行くのがだるくてやめたみたいな感じじゃなかったっけな。普通に勉強せず受けて落ちた。それ本当？誰が、浦さん？うん。あ、分かんない。待って、勉強しなかったらまあでも落ちるかもね。うん、この標識は何とかそういうのもあるし。ああ、え、うち分かるよ、それ問題出しよ。じゃあもう無理だろそれは。言葉で出すのは無理だろ。お生さん。え、そうだった。え、でもうるはさんは合格したけど、うん、あれなんでしょ、免許センターに行くのがだるくてやめたんじゃなかったっけ。あ、じゃあその試験の段階で落ちたわけだよね。え、あれ、たまにさ、うち免許2回落ちたんだけど、2回落ちてることを忘れて1回だと思ってる時あるんだよ。
あったんだけど、普通にリスナーさんが2回落ちてるよ乗せはみたいなこと言ってて、あうち2回落ちたんだそういえばみたいな。リスナーさんに現実を突きつけられるっていう、そう思い出したくない過去だからさ、多分記憶消しちゃってんだよね。防御してる自分で。え、3回じゃない、いや2回です、2回です。それは覚えてる、さすがに。1回目はあれだもん、なんだっけ、教習所卒業してすぐ受けた時の1回、2回目は期限の日の2回目に受けたから2回だよね、落ちたのは。期限の日に受けに来る、もうマジ意味わかんないけどね、本当に今思えば。なんか能弁でいけると思ったんだよね。いや1回受けて落ちてまた受けに行こうと思ってたんだけど、もうなんかめんどくさくてさ、行くのがその免許センターに、あめんどくさいなって思って、そのうち行けばいいかって思ったら、まあ、期限の日だったよね普通に。でやべえって思って、やべえって思ったのが期限の前日だったの。期限の前日で、え待って明日で最後じゃねって思って、明日で最後やんって思って受けに行って落ちた。しかもそのマジでトイレも漏らしたと思ったんだよな、人生で初めて、その日。そういえばだから結構免許センター思い出あるな。うちお腹本当にめっちゃ強いから全然お腹を壊すことないんだけど、なんかその日だけお腹壊して漏らしたかと思って免許のトイレに駆け込んだ、免許センターの。本当にお腹怖い、怖いじゃない、お腹強いはずなんだけどな。危なかったわあの時。その後に落ちて、あの免許ってみんな落ちないと思うからあんまり知らないかもしんないけど、免許の期限切れて落ちてそのまま切れると、だからなんだろう、教習所卒業してから1年間の間に免許を取れないと最初からなるんですよ。最初からっつうのは教習所通うところからなんですよ。だからまあ落ちた一ノ瀬少女はですね、まあ落ちた時に、まあ、絶望したんすよね。それこそちゃんと免許センターでこれはやばいと思って、とりあえずママに電話しようと思って、仮免もなくなるママにとりあえず電話しようと思ってママに電話したんすよ。でママに電話して、やばいママ落ちちゃったみたいな言ったら、もう二度と帰ってくんなって言われて、うーんってなって、その帰りにキャッチのお兄さんにその話をしてた。どうしようみたいな、家に帰りたくないけど今から家に帰らないといけないんですけどみたいな。何があったんですか、免許落ちました、やばいっすね、免許落ちる人ってこの世にいると思いませんでしたみたいな、ガハハみたいな話して帰った。でお金を母に払って、すいませんでしたって謝った、ごめんなさいってお払い申して、本当にすみませんでしたっていう話をして終了した。その話はもう一回取る気あるのない、もういらんかなって免許怖いし運転すんの、なんか教習所通ってた時から怖いなって思ったんだよね、なんか人引いちゃいそうで。結構うちさ、イケルベっていう性格してるじゃん、イケルベでアクセル踏んで人引いちゃいそうだからさ、うちの友達のうちにめちゃくちゃ性格似てる子が最近、イケルベで路地入って、石垣全部ぶっ壊すっていう事件が発生しましたんで、それを見るとイケルベでいけないから、偏見だけど煽りそうね。煽らないよ、絶対。